はい、どうも皆さん、こんにちは。の、ジェス。というわけで、本日はですね、鬼滅の刃、刀鍛冶の里編の第10話から11話、なんと、最終回のクライマックス編、見どころシーンを今回やっていきたいなと思っております。ついに来ましたか。というわけで、本日はですね、原作122話から127話までがね、ま、範囲となっておりますんで、鬼滅の刃の14巻と15巻をね、ぜひ片手に持ちながらこう一緒にね、見てくれると本当嬉しいなと思っております。そうするとね、より楽しめるかなと。 思ってるんでぜひぜひよろしくお願いしますでですねまあ、次週からはですね刀鍛冶の里編の見どころは終わるんですけどもこんな感じで柱稽古編のですね128話以降かなやっていこうかなと思ってます見どころやっていこうかなと思ってます無限上編もね今後やっていこうかなとは一応思っておるんでねまあ、皆さんぜひぜひ楽しみにしといてくださいでまあ来週は刀鍛冶の里編の前話のね見どころの中で厳選した見どころはどこなのみたいなね、えー、ポイントなんかもちょっとやっていきたいなと思っておりますまぁいろいろね まだこれからもほんとやりたいことが多いんで、ね。もう本当に楽しみにしといてください。ということで、えー、早速見どころシーン見ていきましょう はい、ということで、まず最初の見どころシーンなんですけども、こちらということで、まあ、前回ですね、時ときと無一郎ろくんのねえ、こんな感じで動画はね、あったと思うんですけど、今回はですね、ハンテング戦だよということで、えー、そしてそこについにですね、かんろじみつりさんがえ参戦してくれましたよね、ということで、ありがとうございます。ここ見どころとなっております。いや、一気にね、面白くなると思うんですけど、あ,あのですね、かんろじみつりさん登場思ったより少なかったね。うん、漫画でこうやって動画作って、 ほんと気づいたんですけど第6話からね観音師光さんね 登場してなかったんですよねいやマジで半分登場しないってね相当本当に悲しいんですけど <laughs> うんやっと来てくれましたねということで本当ありがたいですここからもうどんどん面白くなってくんでね、えー、ちょっともうどんどん見どころ見ていきましょうはいということで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということで、えー、増白天の技ですね、えー、血気術共鳴雷殺ということでいやめちゃめちゃかっけー <laughs> めちゃめちゃかっけーってことなんですけども、えー、こちらの技はですね、えー、木の竜の口から え雷と海音波をですね同時に放って、まあ、複数の方向から長く早い攻撃が仕掛けられる技だよということでいやなかなかちょっと強そうというかねなんか変わった技だよねっていうことなんですけどもうんまあこれねまあ重要なのはどういったエフェクトになるかですよね、まあ、こちらの漫画だと色がねついてないのでまあ多分雷の色になるのかな来札、まあ、ということでだからその辺のこうエフェクトっていうところがまあその 色ついてどういった感じでアニメ化されるかっていうところ含めてすごく楽しみだしそのエフェクト演出がねよりねほんとすごいものになるとほんと大興奮する技みたいなね感じになると思うのでほんと楽しみですねということで技に関しては本当アニメ化楽しみだとなっておりますねでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえ恋の呼吸さの方恋猫しぐれということで甘露寺ジ光さんの技ですねでまあこちらの技はですね猫のように飛び跳ねながら 敵の攻撃を切って。 攻撃を防ぐ技だよということでまあ、先ほどのですねまあ、血鬼術共鳴雷殺がね、えー、飛び交ったのをこう防ぐために使った技ということとなっておりますねいやこれめちゃめちゃなんかいいね <laughs> 名前良くない <laughs> 恋猫しぐれ可愛いい, <laughs> いいですね本当ねカンノジさんの技名めちゃめちゃ可愛いんでねなんか読んでる俺としてももうすごい嬉しいよってなってるんですけどうーん。で、まあ、この時のねカンノジさんのこの後のセリフとかもねちょっと見せはしないんですけどそのあのカンノジさんが、ね ね私怒ってるから見た目が子供でも許さないわよみたいなねセリフなんかもあるんですけどその辺も含めてちょっとほんと面白いんでね楽しみだなとなってますめちゃめちゃね可愛い観路寺さんの姿っていうのがね見れるんじゃないかなと思ってますねでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでま観路寺さんのですね得意体質そして過去そして刀についての秘密がですねまあここでドドンと明かされますよということでまあちょっとね原作だとバラバラにこう明かされてはいるんですけど今回ちょっとまとめさせて いたただきましたはい、解説ということでまとめさせていただきました。で、ま、あ、んろ寺光つさんはですね、このようにですね、筋肉の密度がなんと8倍だよということで、すごいっすよね。見た目の8倍筋肉が <laughs>、詰まってますよということでね。いや、かんろさん、そんな得意体質があったんかーって感じでね、ここで初めて明かされるよっていうことなんですけども、だからね、めちゃめちゃ超パワーなんですよね、かん寺さんね。で、そしてですね、まあ、それゆえ過去編ではですね、まあ、悲しい過去が、まあ、描かれちゃってますよということで、まあ、その辺も もうちょっと本当みたいなアニメ化で見たいなって感じでで。まあイグロさんとのね。まあ、シーンなんかもちょくちょく描かれているんですよね。で、そういった。なんかこう伏線じゃないけどね。イグロさんと甘露寺さんのやり取りみたいな。もう本当にあの原作の扉絵でめちゃめちゃ尊いのがねあるんですけど、ああいったところね。なんかそのアニメ化でなんかほんとオリジナルじゃないけど、もうちょっとやってくれて増やしてくれたらなってすごく本当に僕としては思ってるんですよね。イグロさんと甘露寺さんのパート、もうちょっと増やしてくれたらなっていうね。 原作では本当にね細かいシーンなのでもうちょっと大々的にね書いてほしいなとは思ってるんですけどまあ過去編も楽しみですねはいで、そしてですねカンロさんの刀についてですねカンロジさんの刀なんですけどもえ極めて薄く柔らかく技の速度に関してはあの薄い天元をも上回ってるよと言ってですねもうなんとカンロさん結構すごいんですよねでまたそれゆえですね刀の扱いっていうのがねこれ難しくてカンロつ光さんしかしかもその刀を ね扱うことができないこうカンロジさんのためだけに開発されたね刀っていうのをカンロさんは使ってて <laughs> ちょっとねここ難しいんですけどカンロジさんはとにかくまあ得意体質があるからちょっと他の柱とはまあ違うような刀だし違うような戦い方というかね見た目っていうかねまあその辺も含めてなんかカンロさんちょっと変わってるよみたいなねえっとこうかまあ今回過去編含めて描かれていくということなんですけどもそういったところを含めて僕は 本当カンロジさん大好きなんであの元々カンロジさんは過去編でも描かれるんですけども剣士を目指していたわけではないんですよねただまあ生きづらい世の中であった中そこで親方様と出会って こここうう変わっってていいいいいたたたみみみなななねね過去みたいなととろももあるののでそ本本当当にに楽しみだししだ僕が本当にね描はは思うのは煉獄外伝なんですよね。煉獄さんの修行のもとで関路寺さんは育っていったみたいなね、話もありますから、そこは本編では描かれてないんですけども、煉獄外伝も合わせてみるとね、より関路寺さんのことを理解しやすいのかなと僕は思ってます。なので、ま、感情移入しやすいかなーっていう感じですね。ま、だからま、あ煉獄外伝の方も含めて、ぜひぜひ皆さんはね、ご覧いただきたいと思います。 いただけたらなと思っておりますで、まあ、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、恋の呼吸2の方王の巡る恋ということで、いや、めちゃめちゃなんかかっこいいですね。なんかアクロバティックというかね、やっぱ関ロジさんの戦闘シーンはね、他の柱とはまた違うからね、刀もふにゃふにゃだし、すごいアクロバティックなね、戦闘っていうのが繰り広げられるんですけども、ほんと楽しみですよね。で、まあ、こちらの技に関してなんですけども、こちらの技はですね、まあ、高速の斬撃技でですね、 ですね流れるように刀をしならせながら瞬く間に敵を切り込んでいく技だよということでなんかめちゃめちゃかっこいいですね <laughs> 瞬速技みたいな感じでねどんどん切り刻んでいくよということなんですけどもかっこいいですね <laughs> で漫画だとさこんな感じでねあんまり本当に描かれてないんですよねあの一つの技に対するこのコマのなんかこの少なさみたいなそこがねあるんですけどアニメだともうちょっとこう一連のね流れとしてストーリーとして描かれるのでもうちょっとこう分かりやすいね形態 というかあこういう技なんだみたいなね感じになってくれるとは思うんですよねだから本当に楽しみですねアニメ化するのが楽しみとなってますねはいでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえ恋の呼吸6の方猫足恋風ということでなんじゃこりゃうえって感じなんですけども <laughs> いや漫画だとねちょっと小さいね、えー、小さいって感じでねもっと本当にねデカデカと見たかったんですけどいやアクロバティックだねもうパンツ見えそうじゃん <laughs> <laughs> もうパンティーが <laughs>、パンティーがって感じなんだけど、いや、マジでね、いいね。かんろさんの技、マジでいいね。で、まあ、こちらの技なんですけども、突風のようなね、速さでね、襲ってくる敵のね、攻撃を切る技だよということでね。いや、かっこいいですね。またまたアクロバティックだよということでね。いや、マジでこの辺も、だからコマがね、書かれてるのが少ないから、アニメ化で本当にもっと大々的でかくね、技っていうのが見せてくれたら嬉しいなと思ってますね。はい。で、まあ、続いての の見どころなんですけどもこちらということで血鬼術無限豪樹ということでいやー白点もね反撃めちゃめちゃしてますねって感じなんですけどいやこれはもう <laughs> 漫画画から作画がいいいい漫画画で作画がいいや、つはアニメででい,いに決まってるんですようんいや細かいっすね。めちゃめちゃ細かいっすね。いや、本当に、すごいいいと思います。<laughs> <laughs> 語彙力が低下中 <laughs>。いや、マジでいいと思いますよ。うんいや、楽しみですね。で、こちらの技なんですけども、こちらの技はですねえ、一面に木の竜を生み出して敵を圧殺する技だよとなっておりますね。また、広範囲に及ぶ技 でですね避けるのがめちゃめちゃ難しいよといった技となっておりますとなってるんですけどもこのね技に対する観路寺さんの次のねあの技っていうのもすごく良くてですねちょっとそちらの見どころももう早速見ていきたいなと思うんですけどもえ続いての見どころはねこちらとなっております恋の呼吸後の方揺らめく連城乱れ詰めと いうことで、なんですかこれは、おいえオールマイトということなんですけども、えー、えめちゃめちゃセクシーじゃん。 <laughs> もう死なるねえ。かんさん死なるねいいねなんかもう今までにないね。うん。柱の戦いって感じ。もう本当にアクロバティックで。なんかもうプロ。<laughs> プロが成し得る技みたいな。いや、いいっすねこれちょっと好きだわ。うん。で、まあ、こちらの技なんですけども、かんろさんのですね、関節の柔らかさっていうのを利用してですね、まあ、広範囲に刀を振るって攻撃を加える技だよとなっておりまして、めちゃめちゃかっこ こういう技とねなっておりますね関節の柔らかさっていうのをね活かした技となってるんですよねいやーもういいっすわほんにいいっすわでもまあもうどんどん見たいですね見どころねということで続いての見どころ見ていきましょうでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらということで血気術強圧冥破ということで増白点の技ですねいやこちらちょっと待ってくださいなんかヤバそうな感じしないですがそうなんですよこちら実はですね観露寺さんがあの増白点のことを 本体とね、誤認してしまって、仕掛けに行くんですが、違いますよ、ということで、ちょっと間合いに入ったところを油断して、やられてしまいますよ、ということなんですけども、大丈夫なんですかねうーん、こ、ちょっと怖いですね。怖いシーンですね。で、まああの、この技のね、解説やっていきたいなと思うんですけど、この技はですね、まあ解音波っていうのを放って、体の内部から破壊する技だよ、となっておりまして、また、常人が受けると、肉体が崩壊しますよ、ということで、大丈夫なんですか 体が内部から崩壊する技だよとなってるんですけども大丈夫観路寺さんえ大丈夫なんっということでまあ一応ねあの大丈夫だったっちゃ大丈夫だったんですけどここの後のシーンがですねあの3人がこの炭治郎玄也ずこっていうのが3人協力して観路寺さんを守ろうみたいなねシーンがあるんですけどそのシーンがマジで良くて原作持ってる方はねちょっと見てほしいんですけどそのシーンがマジで良くて見てほしい <laughs> 今回ここではちょっと紹介しないんですけどちょっと多くなっちゃうので、ね、多くな なっちゃうので、枚数が多くななっちちちゃゃゃうんんんででででで紹介ししいいいいいすすけどいやめちゃめちゃいいんで見て欲しいですねうーんでまあ、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、まあ、そんなカンロジさんね、反撃のタイムということで、一度やられてから、やっぱり本番だよねっていうことで、なんか発言してるっすよね。なんかハートみたいなやつが、見えます発言してますよね。<laughs> ハートみたいなやつがね、なんなんすかね、あざってね、っていうところでね、まあ、まだあざについての説明みたいなところはされてないんですけど、具体的には、 柱稽古編の第1話あたりかなでその辺で解説されるんだったかなまあ、漫画の方では原作の方ではまだ出てないですよね解説に関してはその時にまたお話ししようということなんですけどアザ楽しみですねなんかいろいろねアザは深いんでさあということでもうどんどん見ていきましょう続いての見どころシーンなんですけどもこちらということで反転具本体との戦いだよということで3人で頑張りますよということで先ほど言いました炭治郎、玄也、禰豆子この3人でですねまあ、ンテング本 本体をカンロジさんがゾ白ハクテンとね、まあ、一人で戦ってる間にみんなで外本体を探してちょっと倒そうということで主人公側のね陣営に関しては本体をね倒しに行くよっていう流れがねあるんですけどこんな感じであの本体を倒そうとしてるね炭治郎ですねいや <laughs> 本体怖いんよね <laughs> 本体ちょっと怖いんですよすごいね逆恨みをするねあの鬼なんですよね上弦のようハンティングっていうのはねだからまあちょっと怖いっていうのはもう本当にどういう怖さって っていうか、まだこれまでちょっとなかった鬼の怖さなんですよね。まあ、だからそこがま、あ本体との戦いの時に見えてくる面白さみたいなところなのかなうーん、すごく本体との戦いのシーンはすごく面白いですよ。うーん。で、ま、あ続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、日の神かぐら。演武一戦ということで、なんだこの技はめちゃめちゃかっけえって感じなんですけど、その前に待って、炭治郎かっこよくない <laughs> かっこよくないえ炭治郎かっこいい <laughs> <laughs> いや、待ってくれ、演武一戦でね、なんかハンテング切ってるって感じなんだけど、これどうなんだろうって感じでね。うん、なんとですね、この技、ちょっと聞いたことないっすよね。はい。なんとですね、前一から教わった足の速さ、壁靂一戦ですよね。それとですね、火の神かぐら演武っていうのを掛け合わせた技となっておりまして、いや、まさに神技なんですよ。 うん、で、まあ炭治郎がどうしてね、一戦ができたのかっていうことなんですけども、それに関してはですね、足にちょっと呼吸を意識させると、足がこう、ブーストできるみたいなね、ポイントがありまして、まあそれをちょっとうまく使った技だよとなっておりますね。めちゃめちゃかっけえねって感じなんですけど、いや、これどうなんですかこれ、切ったっぽいっすよね。反転後、切ったっぽいっすよね。と思って、 たらなんですけどまさかのですねまだハンティングこのシーンでは死んでないんですよねうん実は死んでないよということでまあ続いてのミノコロシーンなんですけどもこちらということでなんとですねハンティングをついに倒しますということなんですけどもここに至るまでの流れっていうのはね今回ちょっと見せることはできないですけどもネズコとの掛け合いっていうのがこの間のシーンにありまして実は先ほど倒したのはまあ本当に 本体にちょっと化けた偽物でしてはーい反転がちょっとこうややこしい鬼なんであれもまた偽物でさっき切ったのは偽物だよということなんですけどこれが本体切ってるシーンでねでその間にですね禰豆子との掛け合いがあるんですよね禰豆子が自分のことを犠牲にして炭治郎を でハンテングを倒させるようにね愛気づを出すシーンっていうのがあるんですよでなんとなんでねずこが自分を犠牲にしたかっていうとですねなんとですねこのシーン太陽がすでに昇ってくる時間帯になっておりましてなんとねずこ太陽の日の光を浴びてしまいますでそれを炭治郎が必死にこうね隠すように覆い隠すようにいや影に隠れろみたいな感じで覆い隠すようにするんだけどそうしてるとですねハンテングが逃げてしまうということでその時にですねねずこがそれを見て 自分をこう犠牲にして、いや、自分よりもハンティング倒してって言って、えー、炭治郎のことを蹴り飛ばすんですよ。で、そこのシーンが、ちょっとたまらなく、悲しいということで、本当に、え、ということで、なんか本当に、 え、ズコ死んじゃうのって感じなんだけど、いや、マジで、ここ本当に泣けるのよ。で、その掛け合いの中のハンティングをついに倒すみたいな、その流れ含めた、ハンティングをついに倒すシーンっていうところがすごく見どころとなっておりますんで、いや、こちらに関しては本当に見てほしいというか、まあ、皆さん見る、見る、見るのは確定なんですけど、でまあ、特に、あの、意識をね、ちゃんと注目させて、しっかり集中して見てほしいなっていう感じですよね。まあ、一度原作読んだ方もね、いや、そうだなっていう感じです よね、うん。いやー、マジでねずこちゃん、死んじゃったのマジでめっちゃ心配なんだけどって感じでね。続いての見どころシーン見ていきましょう。続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、えどういうことって感じなんですけども、はい、そうなんですよ。なんとですね、このシーン、ねずこが太陽を克服する見どころシーンとなっておりまして、こちらがですね、刀鍛冶の里編で、も とも僕が見どころだと思ってるシーンとなっておりますまあ先ほどの流れ含めてですねねずこが太陽を克服するシーンっていうのは非常に感動的にね物語が描かれますよということでなんかすごくいいんですよね不意に来るなんか太陽を克服するということでいやーもう何ですかもう本当にうん僕は初めてこのシーンを見た時に確かね感動したと思うんですよねもう鳥肌と涙がね確か出たと思うんですよ涙が出たかちょっと覚えてないですけどでもめちゃめちゃ に固まった記憶ありますねなんかすごい神秘的というかものすごくいいシーンで確か涙をね流したと思うんですけど本当に大好きなシーンとなってましてで僕今回ね好きなんでサムネイルのシーンかなと思うんですけど <laughs> お,おはようということで喋ってるんですよねいやおめでとうございますきっとあかりさんなんとアフレコありますよということで <laughs>、今までムーしか言ってなかったねあかりさんがねなんとついにちゃんと喋るねセリフがあるよということで今後期待ということなんです んですけどもいや、そんなことないよ。ねずこの過去シーンで喋ってたよって感じなんですけど。いや、でもまあ、あの、こっちのねずこの方では初喋りシーンだよね、ということで、ちょっと期待大ですよね。鬼の方でね、人間の方では喋ってたけど、鬼のタイプの方での喋りはなかったので、また違うアフレコだと思うんですよね。だからその辺も、ちょっとすごく楽しみだし、なんかこのぎこちないお、おはようみたいなところをこう表現の仕方みたいな、こうなんかもう声優さんの技量ですよね。そういうところもすごく楽しみなので、いいと思ってるんですけど、もう、とにかく とくですねこのストーリーがですねここが本当に最高ですよということで刀鍛冶の里編に関してはオチが本当になんか気持ちがいいんですよマジでいいんですよだからまあ遊惑編よりもなんか見応えがあるんじゃないかなと僕の中ではすごく思ってますねだから本当このシーン含めて期待というか本当に楽しみにしておりますねでまあ最後の見どころシーンですねまだあったんかーいって感じなんですけどもこちらでございますなんとですね鬼仏寺無惨の過去が明かされますよということで え、マジでって感じなんですけど、びっくりですよね。刀鍛冶の里編収穫めちゃめちゃ多いっすよね。<laughs> そうなんですよ。刀鍛冶の里編ほんと物語の核心がもう、バーンみたいな <laughs>、バーンみたいなね、あの、動き方するんですけど、すごいですよね。で、まあ、そしてなんと、戦いは激化へということでね、え、ムザンが、ネズコが太陽を克服したことによって、 それを自身の体に取り込めば自分の能力になるよということではい喜んでいるんですよねでまあねずこをほんとゲットしたいよっていうね気持ちがこう無残の中ではね高まっちゃったということでねえこっから戦いが激化しそうというかもう激化することは間違いなしということでね原作にそう書かれているんですよね <laughs> もう楽しみこ <laughs> からのね鬼滅の刃っていうのは僕は本当に大好きだし特にまあ、柱稽古編の後ですよね無限上編のスタートから鬼滅の刃ってものすごく面白くなってあそこが鬼滅の刃の本編だと僕は思ってるのでまあ、今まではまだ本当にアップみたいなねもんなのでそこが本当本番なのかなと僕の中で思ってるんですけどまあそれに向けた刀カジノ里編の最後ということで物語のなんかこう革新的な部分っていうのがねすごくもう動き出すよって言ったねなんかそういう いう前触れみたいな感じが本当最後の余韻で残してくれるっていうところですごく本当刀鍛冶の里編は最後がねマジで最終回がなんか気持ちよく終わってくれるんじゃないかなってそういった雰囲気ですよねでさらにほんと続きみたいなっていうねそういった終わらせ方なのでまあ、非常にいいなぁと思ってますねはいということで刀鍛冶の里編第10話から11話ね最終回の見どころクライマックス編のね見どころを見ていきましたがまぁ、あ、こんな感じ ですね見どころこんな感じですねいやあめちゃ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 楽しみですねうんや刀鍛冶の里編はねほんとオチが最高に良かったねっていう感じでめちゃめちゃ個人的には本当とオチがね好きだなって思ってますねでまああの物語の本当中心ですよねねずことなんか炭治郎の掛け合いじゃないですけどやっぱりその原点はねず子の鬼化を直したりまそういった太陽を克服したりなんかこう人間に戻していくみたいなところが動き出したっていうところすごく僕 僕の中ではスッキリし始めてるところなんですよねまあ刀鍛冶の里編はそういったなんかこう物語の原点にねちょっと立ち返ってくれる感じがすごく嬉しかったですいやー原作ね再度読み返してみるとわかるんですけど結構このシーンほんといいんですよねということでまあこれはアニメでもかなり良くなるシーンだと思ってますということでめちゃめちゃアニメで見たいですね多分泣くっすね普通に泣く <laughs> 原作で泣いたやつはアニメで泣くの確定だからうんもうだいたい原作で泣いてなくてもアニメで泣くやつあるからアニメは 大体演出がすごいから普通に泣いちゃうのよ。はい、ということで次回に関しては柱稽古編の方をやっていきたいなと思っておりますよということでまあ来週か再来週かそのまた来週かちょっとわからないですけど次回がねまあちょっとわかり次第コミュニティの方でちょっと予定をね公開したいなと思っておりますということで皆さんチャンネル登録高評価押しておいてください。いや今後も楽しみだよね。というわけでまた次回のところでお会いしましょううっばい